作ったボルダンハルドゥでノルウェーハルダンゲル親善大使の山瀬里央です。さあ本日も始まりました山瀬里央の北欧学。前回はノルウェーの一般的な食事の紹介をさせていただきましたが、今回はノルウェーの伝統料理、そしてクリスマスなどのイベント料理を紹介させていただきます。人口よりも羊の方が多いノルウェーは有名な伝統料理も羊肉を使ったものが多いです。前回も紹介させていただきました羊肉を使った生ハムのような料理フェーナロールも伝統料理なんですが、憲法記念日やクリスマスの時に他の保存食品ソーセージなどと一緒に楽しまれています。またフェーナロールは1年以上の熟成時間を持つこともあり、大変味わい深いことも魅力の一つになっています。そして同じく前回も紹介させていただきましたフォーリコールもノルウェーを代表する伝統料理になります。こちらは秋の味覚として楽しまれていて、毎年フォーリコールのファーストデーは9月の最終木曜日に祝われています。そして続きまして、もしかするとノルウェーで最も個性的な伝統料理の一つになるかもしれません。スマーラホーベンです。スマーラは羊、ホーベンは頭の意味になります。直訳すると羊の頭、こういう料理です。じゃあ、びっくりされた方もいらっしゃると思うんですが、これはもともとクリスマス前に食べられていた羊の頭を使った西ノルウェーの伝統料理になります。脳が取り除かれた頭部は塩漬けにされ、それからこのように燻製にされ乾燥させます。そしていただく前ですが3時間ほど煮出すんですが、この時にお湯を3回入れ替えるそうです。出来上がった羊の頭にはビタバガ、西洋株ですね、こちらとジャガイモが添えられ出されます。また伝統的にジャガイモからできた蒸留酒アクアビット、これは日本でいう焼酎ですね、こちらとともに楽しまれています。実は私もこのスマーラホーベすごく好きなんですが、そもそもは私のハルダンゲルバイオリンの恩師が大好物で、リオこれは世界一おいしい食べ物だからぜひ食べてみてごらんというふうに言われて、挑戦をしてみました。で最初見た時グロテスクなので、もうなんか目とかをパセリで隠して、でも食べてみたら本当においしくて、またアクアビットととても合うので今では大好物になりました。秋に西ノルウェーに訪れた際には、ぜひ試していただきたい一品になります。そしてハルダンゲル地方の伝統料理もあります。ハッハスタイクという伝統料理なんですが、こちらは結婚式で食べられていました。その昔ノルウェーは結婚式は3日間行っていたんですが、子牛、子羊、子豚などのひき肉と大麦を混ぜて作られたこの伝統料理はハルダンゲル地方で長い歴史を持っていまして、結婚式の2日目3日目の夜に提供されていたそうです。続きまして、私の大好きなノルウェー伝統菓子レフセの紹介になります。レフセは柔らかいクレープに似たような食べ物なんですが、生地はジャガイモ、または小麦粉、バター、牛乳やクリームなど使って作られています。食べ方はいろいろなバリエーションがあるんですが、最も一般的な食べ方は生地に、バターを塗って巻き上げて、このようにしていただく、形が一番一般的です。その他のバリエーションはそのバターの上にお砂糖をまぶしてシナモンをかけていただく、またはリンゴベリーなどのジャムを塗っていただいたり、ロボーテン諸島ではボンベというブラウンチーズを作る際に出る残りカスがあるんですが、日本でいうお豆腐を作る際に出る残りカス、おからのような位置づけのそのボンベをクレープの生地にバターを塗ってそこに広げて巻いていただくなどの食べ方があります。レフセは地域によって作り方も異なるため、レフセが薄かったり厚かったりします。インレフセは薄いレフセという意味ですが、こちらは中部ノルウェーで作られるバリエーションで、キックレフセは厚いレフセという意味になります。またホットドッグのパンの代わりにジャガイモのレフセが使用されることもあります。こちらはノルウェーではロッペと呼ばれています。ハルダンゲル地方やデマルク地方で作られているティンレフセ、薄いレフセは細かい小麦、
粉、卵黄、バター、ミルクで作られています。生地は綿棒でエアポケットができないように時間をかけて薄くこのように作られていまして、その後高温で焼き色がつくまで焼き乾燥させます。乾燥したレッセは乾燥している限り冷凍しなくても1ヶ月保存ができます。そのためレッセはバイキング時代まで遡って海の航海に欠かせなかったと考えられています。乾燥したレッセは海水に浸しタオルの中で蒸らすと30分ほどでパンのような食感を取り戻します。柔らかくなったレッセにお魚などを巻いて食べていたようです。皆さん、今のところこの動画を楽しんでおられますか？もし面白いと思ったらこの下の高評価ボタンをポチッと押してください。押していただけることでこのチャンネルが他の人に広がりやすくなります。押してくださった方、トゥースンタック本当にありがとうございます。続きまして、ノルウェーのクリスマス料理の紹介になります。ノルウェーのクリスマスは12月24日から26日の3日間を指します。日本でいうお正月の三が日とよく似ていまして、この3日間は全てのお店が閉まってしまいます。そのため日本でいうおせち料理と同じような位置づけのクリスマス料理が準備されます。クリスマス料理は温かいディナー料理、デザート、トッピング、クリスマスケーキ、クリスマスのお菓子が含まれています。ノルウェーで人気のクリスマスディナーはポークリブ、子羊のスティック肉、タラなどのバリエーションがあります。どの料理もオーブンで何時間も焼いたり寝かしたりして時間をかけて作られています。今回は3つの人気のクリスマスディナー料理の紹介をさせていただきます。まず1つ目はリッペ。リッペはノルウェーで人気のクリスマスイブの食べ物で、だいたい 60% のお家でこのリッペが食べられています。長時間ローストされた豚肉で、中は大変ジューシーで外の皮はカリッカリで最高に美味しい一品になります。そして2つ目はこちらです。ピンネヒュッ。ピンネヒュットは直訳すると羊のスティックという意味になります。子羊の肋骨を使っていまして、ノルウェー西部と北部の伝統的なクリスマス料理になります。塩漬けまたは燻製にした羊の肋骨を乾燥させて食べる前に水につけて戻して蒸し焼きにします。蒸し焼きにする際に、その臭みを消すために、白樺の木を使うことがポイントになっています。そして3つ目はこちら、ルーテフィスクです。干して乾燥させたカチカチの干しだらを使ったクリスマス料理になります。干しだらを時間をかけて水で戻し、その中に食品の強い癖を取る木の灰を使った灰汁を足し、魚の身がゼリー状になったら完成です。でもこの作り方は干しだらを使った作り方なので、決して生のタラを使って作ろうと思わないでくださいね。独特な匂いとゼリー状の食感があるので、ノルウェーでも好き嫌いに分かれます。日本でいう煮こごりに似た感じがします。でもホワイトソースを使って、レッセで巻くことによってその匂いはマイルドになります。そして美味しいクリスマスディナーに欠かせられないのが、ノルウェーのジャガイモで作った蒸留酒アクアビットとクリスマスビールです。クリスマスビールはクリスマスの時期に販売されていて、アルコール度数は高く、歴史は1500年以上前のバイキング時代にまで遡ります。クリスマスビールは通常期に発売されているビールと比較するとアルコール度数が高めで、シナモン、オレンジピール、クローブ、バニラなどを加えることも多いです。長期保存技術が発達されていなかった時代、9月の終わり頃から天然の保存料だったクローブ、シナモン、リコリスといったスパイス類を保存の目的のために使い、長期間の発酵、熟成を行ってアルコール度数を高めたのがクリスマスビールの始まりと言われています。全てのノルウェーのビール工場は独自のクリスマスビールを持っています。クリスマスビールは毎年少しずつ味が異なるため、ビール好きのノルウェー人は毎年クリスマスビールの飲み比べ大会も行っているんですよ。そしてクリスマスのお菓子です。和型のマカロン生地のようなお菓子を塔のように積み上げたクランセカーケが有名です。こちらはクリスマス以外にも結婚式や洗礼式、
憲法記念日や大晦日などの特別な日に食べられています。そしてノルウェーのクリスマスのお菓子として最も欠かせられないのがポリッチという名前でもご存知の方いらっしゃると思います。ミルクガユのノルウェー語でリースグルート、お米をサワークリームとミルク、多くは牛乳で、時々ヤギのお乳にもなるんですが、ミルクで煮て作られています。できたミルクガユにはお好みでお砂糖やレーズン、シナモンをかけていただきます。おガユはもともと高級品でお金持ちの食べ物でしたが、今では一般的に食べられるようになりました。お米自体昔は輸入品の高級品だったので、ヨーロッパのおガユの成分は19世紀までは大麦、オート麦、ライ麦でした。このミルクガユ、ノルウェーの24日クリスマスイブの朝の食事含め伝統的なクリスマス料理として残っています。実はノルウェーでは昔から24日クリスマスイブの朝にこのミルクガユの一番ガユをノルウェーのサンタさん、ニンセと呼ばれている妖精がいるんですが、彼らにお供えをしないと農場とそこに住む人々に不幸をもたらすと考えられてきました。2009年の市場調査によりますと、約40万人のノルウェー人が未だクリスマスイブの朝、ニッセが住んでると信じられている納屋のドアの前や木の小屋の後ろにミルクガユをお供えしているそうです。本日も最後までご覧くださりどうもありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また質問などございましたら下のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた、ハーデブラー。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。Peace says